卓球 WTT コンテンダーザグレブ2024年6月9日クロアチアザグレブ女子シングルス決勝が行われ、早田ひな、日本生命が張本美和、木下グループと対戦し4-0のストレート勝ちで優勝した。準決勝で平野美宇、木下グループを3対2で下した早田。第一ゲームを11対8で制すると、 第2ゲームはデュースの末に奪う。第4ゲームは11対3と圧倒。今年1月の全日本選手権決勝でも対戦した長本美をどけた。これで早田は張本智和、智和企画、特務混合ダブルスを含めて今大会2冠となった。女子ダブルス決勝は横井咲桜、大藤さつき組、ミキハウス。 が3対1で韓国ペアを下して優勝した。